山形県内の道路トンネル。左側標識の最下段に、ラジオ再放送を行っている旨を示す標識がある。トンネル内ラジオ再放送設備は、通常のラジオ放送の電波が届かない、道路トンネル内において、AM、FM ラジオの受信を可能にする設備である。カーオーディオで途切れることなく、ラジオ番組を楽しめるだけでなく、災害や、 交通事故などの緊急時には避難誘導情報などを割り込ませる役割も持つ。道路トンネル非常用施設設置基準に基づき、トンネル等級 a では原則として設置、トンネル等級 A では必要に応じて設置するものと定めている。使用する機器は、電波法、放送法、優先電気通信法、電気通信事業法、電気用品安全法、 日本工業企画その他関係法令及び企画に適合している必要がある。トンネル付近に設置されたアンテナで受信した電波を AM の場合は、振幅変調し、定格電力まで増幅した後トンネル内に付設したケーブルを送信アンテナとして、通過車両に対し放送を行う。FM の場合は、放送局との同意によりステレオ放送かつ、 FM 文字多重放送を条件としていることが多く、復調せずに再送信するため、メタルケーブルを使用できない制約がある。トンネル内の送信アンテナには、漏洩同軸ケーブルが使われる。緊急時には、すべての放送チャンネルには離婚で、音声メモリ、または、道路管理事務所等からマイクによる放送が行われる。ありがとうございます。